ように動くのは口だけです。手も足も生まれつき動かず、立つことはもちろん、座っていることもできません。車椅子に乗るときは体を紐でぐるぐる巻きに縛り付けます。藤本博子さんは脳性麻痺による重度の障害者です。42歳、現在子育て中の主婦です。ひろこさんの夫も脳性麻痺です。立つことはできませんが、座ったままで移動することはできます。藤本隆司さんは39歳です。自宅のベランダに取り付けたスロープから自分の力で出入りしています。高地さんは左手だけが動きます。大根が大根と高井さん、はい、大根と長いですね。はい、じゃがいも。脳性麻痺の人は言語障害を伴うことが多く、初めて会う人は戸惑いますが、少し話をすれば全く問題はありません。藤本夫婦の一人息子、高博くん。0歳の時から保育所に通い、ただいま6歳です。もんじゃ奥までいない。もんじゃ。はい。はい。よう、生き延びてんな、これで。重度の障害者が家庭を持ち、子育てをし、地域の中で自立することはまだまだ大変なことです。自立のためには多くの介護者を必要とするからです。これまでに介護を通して藤本一家と関わった人は400人になります。さまざまな人たちと関わりながら、奈良市内のニュータウンというこの場所で、藤本夫婦はようやく探していたものと出会いました。それはただ普通に生きるということです。タカちゃん、おはよう。はい、タカちゃん、今日早いね。起きた。
今日は元気だよ。藤本家の朝です。朝ごはんを作りに7時半にヘルパーさんがやってきます。今来たらダメ、お母さんおしっこ着替えるから。以前は早朝の介護はありませんでしたが、藤本夫婦が行政に掛け合って週に3日来てくれるようになりました。朝のヘルパーさんたちは近くの老人ホームから来ています。高いよ、高い。高ちゃん卵焼きできたよ。高いじゃん、お父さんに消すなって言われてた。ヘルパーさんが来ない朝は高博くんは作り置きのものを一人で食べています。朝ごはんが終われば保育所へ急ぎます。ヘルパーさんに車椅子を押してもらってひろこさんが送っていきます。高知さんは奈良市の委託で身体障害者相談員という肩書きを持っています。自立のためのアドバイスをする役割です。また自らの体験を原稿にして障害者のネットワークに送ります。5年前には書き溜めた文章をもとにして手記を作りました。長年感じてきた思いを綴ったものです。障害者というと苦しく悲しいものだと思い込んでいませんか。そのように思いながら生きている障害者も多くいます。親から生まれなかった方が幸せだと言われることもある。でも私は思う、障害者でない自分なんか想像もできない。また障害者として生まれてよかったと。なぜなら今生きていることがきっと楽しいからだろう。だから私は自分の体を変えようとしない、世の中を変えようとするのだ。午前10時、レギュラーのヘルパーさんがやってきます。いわゆる公的介護のホームヘルパーです。2人1組で午後2時までの4時間、藤本夫婦の介護にあたります。月曜日から金曜日までの週5日間です。なんで言うんだよ。食べへん、寝て。藤本家の住まいは 2DK の公団住宅です。収入は障害年金と生活保護で成り立っています。家具よりあの浮き出す作業をしながらね、僕はできる入浴のための介護は別のヘルパーさんが来ます。週に1回です。入浴の介護、高地さんの時はもう男性の方っていうふうに決まってるんです。はい。ギョヘイヤー。はい。
ひろこさんが一人で外に出るときは、ヘルパーさんがいる間に車椅子に乗せてもらいます。電動の車椅子に乗るようになって1年足らずです。ようやく家の周りを一人で走れるようになりました。自分の意思で街に出るのは夢のようだと言います。こんにちは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 。幼稚園ですか？そうです。はい、幼稚園。かわいいね。小さい子が私を産んで、あの人の何の乗ってんのって親に聞いてあるから、うん、自分ね、そばに行って、おばちゃん歩けへんね、おばちゃん自分で歩けへんし、自分で物持てへんねっていうことにしてる。だから小さい子には言うけど、大人の人にはな、難しいわ。変な目で見られてるのも分かったんだけど、うん、あの道通りすがりの人にほとんど挨拶しますよね、ひろこさんはね、うん、見知らん人でも、はい、あれはどういうことで？あれは、私はここにいますよっていうことで、障害者がここにいてますよって。あの、すみません、あの、そう、違う、あのね、サワラの味噌漬けと2つ、こっちかな、こっちやね、はい、はい、足の上に置いてください。はい、ここ置いていいですか？はい、はい、カバンが邪魔や、大丈夫ですか？はい、はい、ありがとう。簡単調理な伊藤ハムのポークビッツ。さあ、お子様に大人気な伊藤ハムのポークビッツは、さあ、特段で愛されて8代10周年。さあ、おいしくなって、ね、さらに新登場のポークビッツを、置いといていいですか？持ってないから。置いといていいですか？はい。はい、持ってきましょうか、カゴ。いや、カゴ用の人はいるから。誠に誠にありがとうございます。はい、さあ、本日当店からのおすすめウィンナーは、さあ、伊藤ハムの1歳ウィンナーのナンバーワン。カバンの中に財布があるから、はい、そこから出してください。あ、はい、高治さんとひろこさんが出会ったのは20年前でした。交際が始まり、それから結婚をし、子供を育て家庭を持つまでには何度も両親の強い反対に遭いました。お互いが出会うまで2人はずっと家の中で過ごしていたのです。秋ぐらいのね、ずっと
家の中に、いや、ね、外出なんか、とんでもない、とんでもない、外出ることが。あの、窓から顔を出してあげて、いやいや、怒られて、窓から顔を出したら怒られるんですか。はい。なんて怒られるんですか。過去は、長に、いや、高地さんの親は息子が障害者であることをひどく気にしました。でもそれは世間の目がそうさせたのだと考えています。学校には行けず、15の時に初めて訪問教育を受けました。家の中で、このまま一生終わりたいなんや。ずっと思って1年ぐらい一歩も外へ出なかったってこともあったんですか。9歳の時からずっと出たな。9歳から19ぐらいまで。19まで。うん、左で空想の世界に入る、うんで、ずっとずっとずっと独り言ばっかり言うてたよ。だから、暗い人間やったよ。そんな二人が結婚を決めたのは今から7年前。しかし自立への大きな一歩のはずが、家庭生活などできるはずはないと親たちは最後まで反対しました。この時ひろこさんは身ごもっていました。やっぱりな、結婚とか、似たり、ね、赤ちゃんを下ろす時の話を聞いたりしたら、やっぱり赤ちゃんを下ろされへん。よう下ろさんってなってきて。一時は下ろすつもりやったね。それはなんでですか。無理やよ、なんで。今の介護体制では絶対無理と私は思ってたから、周りの理解者のおかげで結婚と出産を果たしました。問題は育児です。事情を知った地域の母親たちが集まって、まず高博くんの沐浴を交代で始めました。支援の動きは育児にとどまらず、一家3人の介護まで広がっていきました。あん、顔の上通らない。その一人が近くに住む堀敦子さんです。土曜や日曜、それに夜間などヘルパーさんがいないとき、ひろこさんに頼まれて駆けつけてきます。ちょっと机の上に乗りなさんな。沐浴をきっかけとした高博くんとの付き合いも6年になります。ならへん。自分で使うの、うん、こや、それ言ったらあかん。もうもうおいしみなんで。あ、もうあかんわ。もうそれでもあんたとは付き合いたくないな。もうこれやめなはれ。まあ友人関係って言うんですか、この地域に住んでて偶然に知り合った母親同士のそういうふうな関係なんで、だからそのなんとかの
主義主張があってどうとかっていうのが一切ないもんですから、やればやるほどこれは介護じゃない笑いで、そういうふうな難しい問題じゃないなと思ってるんで、うん、ただ自分のためにやってるっていうのかな、うん、でも6年っていうのは結構長いんですけど、よく続いてますね。だからだ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 ら、うん、もう半分は息抜きというか、うん、気分転換というか、うん、それと、うん、楽しいですよね、うん、いろんなこと教えてもらえるし。高地さんは夜間中学に通っています。9年前30歳になって初めての学校でした。確かに私の場合は独学でもある程度の学力はつきました。しかし障害者にとって生きる力である健全者との人間関係の作り方は身につきません。事実、私が訪問教育を受けた4年間に知り合った健全者は教師だけでした。教育とは学力を身につけるだけのものではなく、集団生活の中で人間関係の作り方を学ぶ場であると考えるようになりました。夜間中学には週3回通います。高地さんはもっともっと文章を上達させたいと考えています。私たちが私たちが向かい続くから、誰が外出するか今までのこの話の流れで分かるから、これでいいじゃん。はい、ね、ひろこさんも結婚前から夜間中学に通っています。学校は高地さんとは別で天理市にあります。学校に行くときは電動ではなく手押しの車椅子を使います。長距離で夜も遅くなるので慣れない電動は危ないからです。改札を出たところまでは駅員さんが押してくれますけれど、ここから学校までは15分の道のりです。道行く人に声をかけて車椅子を押していってもらわなければなりません。あの、すみません。ダメだ。すみません。ああ、行っちゃった。はい。今ね、あのね、私、断崖寺小学校の中にある夜間中学に行きたいんです。今から。はい。一人で。はい。一人で。はい。私の行く方向を言いますから、起きてくれませんか？はい。ほんで、南の方に向かって行ってください。はい。あっち。はい、こっち。まっすぐ行く。あなたは、はい、学生ですか？はい、そうです。天理大学の学生ですか？はい、そうです。声をかけてくれたのは、はい、どうしてですか？一人で来はったのかなと思って、うん、どこに行くんかなと思って、うん、何がか？スペイン語です。
あらが。ねえ、あの、無理関係がないと思う。違うんですか。まっすぐですか。はい。声をかけて応じてくれるのは、だいたい3人に1人だということです。これをひろこさんは、人間ヒッチハイクと呼びます。はい、ありがとう。夜間中学に通いたいとひろこさんが言い出したとき、教育を受けても仕方がないと考える親と衝突しました。そしてこの場所で読み書きを本格的に習いました。今も週3回学校に来ることをとても楽しみにしています。これなんですか。地域の小学校に転校していきました。これこの間も言ったとこやぞ。こんなとこやぞ。転校、はい、転校です。はい、池田か、ここ次行っていいですか。池田よ。はい、重い方を大切にしたい。浜村駅の、ひろこさんが字というものを初めて自分の力で書いたのはほんの5年前のことです。今では好きな音楽を聴きながらメールを送るまでになりました。50音が常に画面に表示されるソフトを使い、チューブに息を吹き込んで字を選んでいきます。音楽はいつもさだまさしさんです。ふだん2000人ぐらいで、はい、で半分ぐらい待て、はい。介護される側はともすればお仕着せの食事を与えられますが、藤本夫婦は食べたいものは自分たちで決め、作り方も介護者に伝えます。最小限の準備をしてもらって、あとは自分たちでやります。失礼します。失礼します。介護のあり方を考えるとき、介護される側が自分たちのことは自分たちで決めるということがとても大切です。これぐらい、なんか変なのが出た出た、だがいつも。おげん、家業に入る。入れたいのか、入れたいのか。たかひろくんの小学校の入学式の日が近づいてきました。定められた通学路をひろこさんは電動車椅子で下見しました。たかひろくんと並んで歩きたいという思いからです。本当はそういうとこを子どもの通学路でもひろこさんにとっては安全な道ではありませんでした。そして学校は歩道橋の向こう側です。ひろこさんはここでたかひろくんを見送ることになります。
結婚してから2人が駅前で続けてきたことがあります。お願いします。未来なんだから、お願いします。わずかな時間でいい、親子3人の生活を手伝ってくれませんかと介護をお願いするビラです。家の中に閉じこもっていたら誰も来てくれないと高地さんは言います。障害者は事故を主張しなければ殺される。16歳まで一歩も外へ出られなかったことと今までの外へ出るための自己主張の連続を思うとき、私は思う。だから私は事故を主張する。障害者は事故を主張しなければ電車にも乗れない、食事もできない、そして生きることができない。ヘルパーさんがいなくなった後、夜6時になればボランティアの人が来てくれます。外出した日は玄関でその到着を待ちます。あ、来たかな。あのな、おろしてほしい。おっ、いきます。なんか変な音がする。この日は大学生です。サークルの先輩にやってみないかと誘われ、月に2回泊まり込みできます。まだ先輩からの引き継ぎ期間中で、いわば介護者の新米です。前からこうですか。またに私の体を踏まない。こっちから違う。またがんまずいけど、反対側またいでもしないですね。よっ、いきます。よっ、よいしょ、よいしょ、ほい。なんだ、おぐ、はい、あ、ひあげて、よっからよ、もうちょい、もうちょい、はい、はい、カレー作るのって初めてなんですか。はい、初めて。なんか小学校の時実習したような記憶あるんですけど、全く。それ以来ですか。はい。もういいかな。はい。はい、入れて。はい。どうやっていいの。何よ。作り方や味付けはやはりひろこさんが細かく伝えます。お塩、塩、はい、はい、はい、うん、いや、これ味わうんだか。上や、あ、上ですね。そんなこと食べるんだかじゃん。ごっついな。カレーはうまいな。だから、いただきます。いただきます。ロジ入れるの忘れた。え、おいしいやろ。うん、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 よかった。レトルトではこんだけ具ないですからね。次の日、朝から夫婦喧嘩が発生しました。原因はひろこさんが作った昨夜のカレーの味のようです。やっぱり煮込む時間が短い。
ああいう煮込みようが意外気がない。でそれをひろこさんに言ったの昨日。言ったの、朝から朝言われたの。なんて言われました。煮込みにかみにかかったやろうって。でも普通のちょっとだけ見にかかっただけ、30分見にかかっただけやのに怒られて、おいしくないって。おいしくない言われたんですか。うん、なんであんただけおいしくないって。あいこ、高木さん、あんたみんなこれ倒していって、もう、はい、どうすんの、昼帰ってくんの。帰る。どうするって。喧嘩になると高木さんは一人でフラッと出ていきます。その姿を見てひろこさんは自分だけずるいといつも思ってしまいます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。毎週月曜日の夕方、高校生4人組が必ずやってきます。近くの県立高校の女子生徒です。タカちゃん手伝って。タカちゃん手伝って。タカちゃんこれどうすんの。これこの器具どこどういう風に避けたらできるの。さすがや。よいしょ。無理やりやっていて、はいはいはい、熱いもんでいて、はい、熱いから、ほんなら脱ぎましょうよ。熱い、言うてください。熱い、熱い。はいはい、酒脱がないと。あ、だいだいだいだ。夕方4時からの2時間です。以前から藤本さんを支援している学校の先生から行ってみないかと言われ、彼女たちはもう半年以上通っています。絶対触れてるって。ワイヤーとかある。あれ分かってるやん。朝10個朝10個にしよう。酢豚とか。うん、前酢豚やったっけ。何か酢豚にしよう。酢豚いや、酢豚はやってないよ。あの、春巻き。汗。いや、まず普通の人と喋るのと違って聞き取りにくいですし、なんですか、自分自身が障害者と接してるんやってなんかこう力んじゃって、どう接していいかわからなかったです。それで気使ってなんかしんどかったですけどね、最初は。あ、しんどいなって思いながら電車の中でこう会話をこう何回も何回も思い出すじゃないですか、うん、その時に言うてることを考えたら、うん、普通の人と喋ってるのと変わらない内容なんですよ、うん、そんな幼稚なことも言わないし、うんうん、だから、あ、普通に喋ってるのと同じなんやとか思い出したらなんか楽になりましたよ。はい、おじらに興味、うん、またくれて、うん、普通に接してくれて、そっからなんか自分たちに役に立つようなことが見つけられたら、彼女らもいいし、私もいいし、と思うけど。高地さんには介護者というより飲み友達と言った方がいい人がいます。
月に 2、3 度フラッとやってきます。県庁に勤める梶義明さんです。梶さんは大学生だった10年前、たまたま奈良駅を歩いていたら高地さんから車椅子を押してと声をかけられました。街角での偶然の出会いが今も続いています。せかしお前仲良いにくやね。知らないの？全然知らない。飲め、はい、売れもう全部ごくごくごく。いやーいやそうそう、もう飲んでええ感じになってんのは高地さんだけで、あんたもや。違う違う違う、そこだけ。調子やな。楽しく行こう。そういうことにしとこうか。できた子供も落ちせるし。違う違う。違う。おっちゃんの方か。自分はただ一緒に飲んで寝て帰るだけと梶さんは言います。私は働くよ。掃除や料理といった介護らしいことはできないけれど、飲んでバカ話の一つくらいならできると思って。10年間付き合いが続いています。S55 出る早い、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 帰ります、帰ります。梶さんは隣で寝ます。ただそれだけでもありがたいと藤本夫婦は思っています。結婚をし、子育てをして、普通のままに生きていきたい。二人の思いは、一人息子の高弘くんの成長とともにここまで来ました。その息子も、やがて両親の障害のことを深く考え、周囲からは介護の役割を期待される時がやってきます。二人はそれを覚悟しています。それを乗り越えて、これから先も、介護の人たちと共に家族というものを生きる力にしようとしています。高弘には小さい時から言うてるやけど、あんたは親の面倒見ると自分の生き方、自分でやりたいことをやったらいいやんか。親のために束縛はせんでいいよっていうような生き方をしてほしい。子供が介護をするんじゃなくて、介護は自分で探して、私は生きていくもんやって思ってねんけど、間違ってるかなんとかわからんけど、785の部屋は甘い、僕見かけたことがないのもあるし、やっぱりこう平均に夢をも普通の日が比べたら短いやろうなって思うから、高弘が平均する場合は元気で生きてたいなとか、生きれる今の夢かな。
あ、なんか。なんでこんなに気になかんの？今日はね、おめでたい日なんやって。これ、あれ？いつも使ってる枕と一緒これ。あ、違うわ。いつもの枕じゃないやこれ。お父さんとお母さんにな、もっとこんなことしてほしいっていうこと、なんかあるか？育ててほしい。どんな風に？でっかく。赤ちゃんもしでっかくなったら、お父さんとお母さんにどんなことをするの？お手伝いから。ん？お手伝い。どんなお手伝いするの？いろんな、どんなことできる？わからない。4月、記念すべき朝を迎えました。この日、親子3人は普通の幸せに新たな夢を乗せて出発します。Ha ha ha!